ここは北海道の小樽です。今日はこれから朝の小樽散策をしたいと思います。小樽駅から港までの坂道を下っていきますと、かつて小樽が港町として繁栄していた時代に建てられたレトロな石造りの倉庫と小樽運河が見えてきます。これらの倉庫群は外は石壁ですが、内部は木造でできています。これは海上拠点として急成長していた小樽で早く安く多くの倉庫を作るため必要であったためです。運河を進みますと土産風景のレリーフがあります。小樽は明治期に入りニシンの出荷と道内で産出される石炭の積み出し港となり、また日露戦争で獲得した南樺太との玄関口となったことから、ロシアとの交易が盛んとなり急速に発展しました。小樽運河は大正12年1923年に完成しました。これによりそれまで沖合から橋桁を使って荷揚げをし倉庫まで大八車などで運んでいましたが、橋桁が倉庫の近くまで直接行けるようになりました。戦後埠頭ができたことによりその役割を終えました。北海道経済の中心であった小樽は商社や銀行のビルが立ち並ぶその姿から北のウォール街と呼ばれていました。最盛期には9個もの都市銀行が小樽にはありましたが、小樽経済の衰退とともに次々と姿を消していき、2002年の三井住友銀行の撤退により小樽に都市銀行はなくなりました。戦後小樽が衰退した理由は3つ考えられます。1つ目は石炭から石油にエネルギーが変化したことです。2つ目は最盛期には100万トン近く取れたニシンが取れなくなったことです。3つ目は南樺太の領土喪失や苫小牧港開港による交易拠点としての地位低下が挙げられます。歴史的使命を終えた小樽運河と倉庫群は1960年代に埋め立ての危機に直面しました。しかし市民の保存運動が展開され、10年の論争を経て観光資源に生まれ変わりました。今や観光は小樽の基幹産業に成長しました。旧北海道銀行本店の建物には気軽にワインと料理を楽しめるレストラン小樽バインがあります。旧日本銀行小樽支店は東京駅の設計者としても知られる辰野金吾が設計を担当しました。総工費は日銀本店大阪支店に次ぐ高額な建築費となっています。2002年に営業を終了し、今は金融資料館となっています。日銀小樽支店の東側の塔からは小樽市街を一望することができるそうです。旧手宮線はかつて南小樽駅から手宮駅を結んだ貨物線です。北海道で最初の鉄道開業区間の一部で、主として石炭輸送を扱っていましたが、1985年に廃線となりました。小樽駅にやってきました。これから近くで朝食を食べたいと思います。小樽駅の横にある石川啄木の歌碑を過ぎますと三角市場があります。三角市場は土地と屋根が三角の形をしていることから名付けられました。せっかく北海道へ来たのですから海鮮丼を食べていきたいと思います。これでいきません。三角市場の中にある味どころ竹田さんで海鮮丼を食べることにしました。航空会社のアナと共同で製作したアナ丼を注文しました。生ウニ、カニ、イクラ、サーモンが乗っています。
丼の他にカニ汁とイカスミの先イカ、サバの煮付けがついてきました。朝から豪華な食事でお腹いっぱいになりました。それでは小樽を出発して札幌に向かいたいと思います。この鐘は向かい鐘といい、明治から1965年まで列車の到着の予報として鳴らしていたそうです。小樽駅は1934年昭和9年に北海道初の鉄骨鉄筋コンクリート造りの駅舎として建てられ、80年以上経った今でも現役で使われており、国の登録有形文化財に指定されています。今回の動画では朝の小樽観光の様子をお伝えいたしました。朝ということもあり観光施設は開いていませんでしたが、人もおらずゆっくりとしたペースで観光することができます。早朝の観光も良いものだなと思いました。小樽には歴史を感じることができる施設が多数あり、素晴らしい観光地だと思います。機会があれば皆さんもぜひ訪れてみてください。これから室蘭に向かいますが、その様子は次回の動画でお伝えしたいと思います。それではこの動画はこれでおしまいとなります。ご視聴ありがとうございました。